てくれたドゥジョンです。今回はね、こちら、タウンホール10をやっていきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりになると思うんですけど、まあ、タウンホール10もね、一定数需要があるタウンホール。まあ、比較的ね、今のクラクラだと、タウンホール9だったり10って、早めにね、到達しやすいタウンホールになったと思うんですよね。まあ、僕のサブアカなんかもね、半年ぐらいでタウンホール10カンストぐらいまでは行きました。ここでね、結構ね、皆さん感じるのがね、タウンホール10難しくねっていう話ですよね。特にね、突破兵器とかを援軍でもらわないでやってる方々って普通に難しいと思うんですよ、タウンホール10。まあ、今回はね、世界一経験したウィンウォーカーズのメンバーのタウンホール10をね、見ていきたいと思います。まあ、タウンホール10はね、ここから2本動画上げていこうと思います。今回はラバル編ということでね、かなり参考になると思うので、ぜひ見ていってください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあ、ラバルといえばね、クラウスというところで、天才ラバルですね。タウンホール10はね、天才かなり強いです。援軍がかなり端っこにいるので、これはクラン城、まずは援軍釣りつつ。まあ、すべてね、これ対策陣でしたね。まあ、当たり前なんですけど、前回対策陣がね、かなり並んでました。さあ、まずはポイズンで、援軍処理をやっていくんですけど、ちょっとここうまくいかなかったですね。少し失敗。バルキリーとベビドラっていうのはね、まあ、クイヒーなんかを処理するのに、いい高火力援軍セットとして使われてましたね、もともと。さあ、ベビードラゴンを先に処理していきつつ、逆サイド。すごいですね、初見殺しが。まあ、ここにはバルーンをかなり当ててあげることでテスラもチェックしつつ、一回攻めなんでね、タウンホールが取れないといけないっていうところもね、しっかり大事にしつつ、ライトニング、5-1打ちましたね。ん？一発打ちすぎたのかな、これは。8-1なんで、4-1ずつで落とせるんですよ、インフェルノタワーってライトニングでね。一発ちょっと打ちすぎた格好になったかな。これはね、上の方のタウンホールタイやってるとね、4-1で天才折れるとはね、なかなか打ちすぎてしまった格好。珍しいですね、クラス。残ってしまったところからも全開が取れているというところで見ていきましょうか。ウォーデンはね、当然いません。両サイドから囲い込んであげることでマルチ IT の方、残ってしまった方もケアするような形。さあ、ヘイストかけていって、まあ HP の方はね、削れてますからね。ここ10はね、天才かなり強いですよ。さあ、裏から溜めてた援軍ラバルを出してあげることで中心部のバルーンを守っていくような形を取っていきます。クイーンのクロークがまだ残ってるのもいいところですね。さあ、ラバハウンド。ここで弾け飛んでいって、ラストヘイスト集めていって、クイーンクロークと。クイーンのクロークがここまで残せてたのは本当に大きいですね。さあ、アーチャータワー、ウィズ島というところなんですが、バルーンが押せるかどうか。さあ、クイーンがこれは、一発は入れてくれましたが、かなりギリギリな展開。まあ、天才失敗してるっていうのもあるんですが、タウンホール10ってやっぱ難しいタウンホールにはなってくるので、結構ギリギリのアタックも多かったですね、今回見てってると。まあ、普段タウンホール10をやってないっていうのもあるとは思うんですが、さあウィズとこれ残っていって、これ全開なったの。おお。さあ、ターゲット1回かわしていく。さあ、ガーゴイルのゴリ押しでの全開。続けて星さん、4-1天才のゴーレムが入った形にジャンプを入れていると、まあ、さっきも言ったんですけど、インフェルノタワーがね、4-1で壊せるっていうのがね、めちゃくちゃ強くて、まあ、僕もタウンホール10の頃はね、ほぼ全アタック天才で攻めてましたね。かなり強いですね。さあ、インフェルノタワーを巻き込んだ天才をまずやっていきつつ、さあ、ジャイアントからのクイーン展開。このまま3時に持ってきたい流れになりますね。まあ、3時合流でジャンプ一発ゴーレムキング。まあ、援軍からこれボーラーが出てくるんですけど、ゴレボーラー編成。ジャイアントがターゲット取ってるうちにウォールブレーカーチェック。この辺もね、小爆弾で死んでしまうのでね、ウォールブレーカーはしっかりやっていくところ。さあ、ここボーラーとウィザード追加させて、キングも後出ししていってジャンプと。で、呪文のレイジの方も多分こっちに打つんじゃないかなと思うんですが、打ってきましたね。この辺ね、ウィザードとかも入れてるのが結構偉くて、この防衛援軍のラバハウンドがね、処理がね、クイーンだけだと結構時間かかっちゃうので、ウィズとか入れてあげることでね、このラバ処理を早めてあげる形になります。さあ、中心部、弾け飛ばしていきつつ、12時の方からラバハウンド、展開しています。早くも1体目のラバー溶けてしまったので、
ヘイストで加速させていきつつ、結構微妙な残り方はしてますね。安井も残りつつ、さあウィズトのタゲを取る、バルーンを出しつつ裏からも刺していく。残ったインフェルノがシングルっていうところでね、ラバルの選択だったのかなと思いますが、気づけばもうバルーンに囲われているような状況と。うまいですね。こういうタイプの編成もね、結構流行ってましたよね。タウンホール中ボレボーラー編成、なんならボーラーパートにヒール打つなんかハイブリッドみたいな形のね、攻めも結構流行ってた印象ですが、強いバーサス。さあチンプイ、こちらもシングル IT が2本というところでね、ラバルの通りはいい配置ですね。天才ではなく、まあ折る必要がないですからね、インフェルノタワーシングルなんで。さあウォールブレーカーチェック、しっかり一発目は通していきつつ、迫撃砲とかね、かわしていきたいところですね。さあクイーンを出していって、ボールブレーカー投げ、これどっちなんですかね。流したいようなタイミングの穴開けなんで、キングは中に入れたくなかった感はあるんですがね、フィストも使って逃げてくれって感じだったので、まあ、クイーン単体で入れるに十分。まあ援軍釣りたくないっていうのが多分主なメリットじゃないかな、入れないことに関する。入れなくてもほら、これクイーンだけで全然完結できるぐらいの火力なので、かなり美味しいリクパートにはなりましたね。まあ援軍釣らないっていうのはね、これラバが釣った時にクイーンが仕事しなくなっちゃうからっていうのがメインなんですけど、出てきたのはドラドラと、ちょっとめんどくさいですね。さあポイズン2枚あるのでね、この辺はしっかりポイズンで倒していきたいところ。さあベビードラゴンの処理は終わりまして、ラバル展開始まっていきます。これ後出しでね、このグループを作ることでシングル IT を刺していくような形。さあ2枚目のポイズンをドラゴンに当てつつ、リクスケルトンの方でね、クイーンの方は処理していきます。さあここにレイジスケルトンをもう一度炊くことで、クイーンとキングの方固まってるんですが、一気に突破することができて、最終部隊にはヒールがまだあると。ドラの方がね、ちょっとまだ残っちゃってるんですが、バルーンの数が圧倒的ですね。これヒーローパートがね、もうめちゃくちゃ強かったですね。天才もなしに九軸角からね、対空砲2本ぐらいね降りつつって形だったので、さあヒールも余ってっての圧倒的全開。これはね、配置にすごい刺さってましたね。シングル IT もね、昔結構マルチ一択だったんだけど、ヒール向こうに入ってからシングルも増えましたよね。さあ続けてもチンプイ、シンプルですね。編成がラバーガゴしか入ってないという形で、キングとクイーンをかなり両サイドに置くような入りでやっていきます。結構ね、チンプイこういうのがもともと多かったですからね、ヒーローはなんかもうルート整備でそんなに仕事は見てないみたいな。まあ対空1本とちょろっと施設削るみたいな感じで、ラバルにおいてアーチャータワー2本の処理のみって、これ全然キングの使い道としては微妙なあれですが、もうこの辺のルートを整備してるぐらいの形ですね。さあ一気に展開していって、今回もラバネクロと、ラバルからするとね、めんどくさい援軍が出てきてるんですが、ここもポイズン2発あるのでしっかりここで止めていく。いいですね、ソラスケルトンの方にもこれポイズン入って、相手のクイーンにもポイズンがかかる位置なので、援軍とクイーンが両方ポイズンで封殺できる入りをね、選んだ形になります。さあ気づけばあっという間の全開で、もういろんな呪文があっちこっちに落っこちていましたね。いやー、これは強い。まあ元々のなんか昔ね、昔からっていうか、ちょっと前からやってた人ならわかると思うけど、チンプイのラバルって感じがしますね。クラウスとかとかのがっつり削るスーサイドと違う形ですね。タンホール銃はね、そんなに大きく削らなくてもこうやって全開を通ることができるので、まあ、どういうヒーローの使い方をするのかっていうのは、自分のプランの、ね、ヒーローの削り方ができるかどうかっていうのが大事になっていきそうですね。さあホッサン、こちらもラバルなんですが、フリーズが3発と、
まあ、真ん中のマルチ IT っていうところを天才で折らない形になるので、まあ、そこにフリーズを持っていこうって形ですかね。まあ、比較的ポイズン2枚とかで、まあ、援軍がねスーサイドラバルにおいて厄介なものにはなるので、どういった形か。タウンホール10のラバルはやっぱヒールが結構強かった印象なので、こうやってヒール積んでる人も多いですね。ジャイからのキング、ここスーサイドしっかり穴開けす、ね、やりたいようなところには小爆弾もあっていい形。さ、早めのフィストでキングを処理しつつ、ここもドラネクロになってますね。さあキングが一瞬で届けていく、クロスボウあたりまでワンチャン狙えたらみたいな感じだったかもしれないんですが、さあここはクローク、クイーンの仕事としてはこれはマジで何もしないもんね。外周キングについて壊しただけで、内側の施設ってここしか壊れてないから、キングの盾がいかに大事かって感じですね。キングでこの辺倒してたもんね、もともと。さあここはしっかりとラバハウンドをね、このウィズ島付近結構赤爆弾とか多いエリアにはなるので、この辺ラバ通したいところ。さあバルーンの HP がかなりやばくなったところ、ここはヒールを使うことでバルーンを一旦 HP 回復させていきつつ、ラバがねこっち虹側タンクしてくれているので、そこに合わせてのバルーンヘイストと、結構ルートとしてはあっち行ったりこっち来たりして流れてはいるんですが、さあ中心ここはフリーズをかけていって、マルチ IT 封殺してる間に届いていって、もう一度ですね。さあ結構固まった方にこれはヘイストをかけることで、対空とクロスボウも折り切って、真ん中マルチの方はバルーンで折り切っていくと、まあ、結論いけていったと。回収がちょっと1分ぐらいあるので倍速にしていくんですが、結構これもねルート作りが、まあヒーローでも天才でもそんなには削れてないので、ラバルだけで刈り取らなきゃいけないっていうところで少し難しめな形にはなりましたが、まあ防衛のクイーンをね削るっていうすごい初歩的なあれですね、まあ、初歩っていうか基本的なところですね、ラバルの。ジャンプの入った形、クラウス。まずはキング展開していって、まあ今のバーバリアンはテスラチェックも兼ねてるような形ですね。さあベビドラからのバルーンで逆サイドも削りつつ、ボールブレーカーチェックからの穴開け。さあここジャンプを使うことでクロスボウマルチと伸ばしていくわけですね。そして外周部流れないようにここもベビードラゴンでカットしていって内側に入ってほしいという形。ギリギリまでキングのフィストを貯めていってマルチ IT とかからね守ってもらおうと思ってたんですが、クイーンがちょっと嫌なルート、ただキングが頑張った。さあ援軍に関しては結構ありがたい援軍ですね。ゴブリンとベビードラネクロというところ、キングがワンクッション参考してくれたところなので、ここはクロークのみで相手の防衛援軍を処理することができる。これは美味しいね。これテスラまで折り切れる厚い。結構削れましたね。さあ残ったテスラにバルーンを当てつつラバル展開。まあクイーンサイドからねラバルをすることで早めにクイーンの処理ができるので、基本的にクイーンが残ってるところはねクイーンサイドから行くのが基本かなというところ。真ん中もねこれシングル IT なのでスケルトンの呪文っていうので処理がしやすい形なので、これはスケルトン採用。まあマルチなら別にヒールあなんかフリーズとかも使える位置ではありますからね。ここさあ中心部分、基本的にはダウンホール10のね対策陣ってこういうところって赤爆もありそうなところなので、まあヒールを積むことであったところで大丈夫というところを作っていくと、まあ、ヒールの採用っていうのはそういうのが基本ですね。ウォーデンのトームとかがねタウンホール10以下だと使えないので、罠の無効化っていうのができないので、そこをヒールでやっていくっていう考え方になります。タウンホール9とかでもねラバルにヒール積む人いましたよね。まあそういう感覚でいいのかなと思います。はい、圧倒的全開。
ということでね、本日はこんな感じで終わろうと思います。すべてスーサイドラバルというところをね選択していったんですが、いかがだったでしょうか。タウンホール15でね世界一を取った人たちのねラバルというところで、タウンホール10でもねいい全開が多く生まれてたんですが、参考になったら幸いです。次ね、もう一本タウンホール10から動画撮ろうと思ってて、それはねクイヒー系の攻めとちょっと陸の編成をね紹介しようと思ってるので、ぜひタウンホール11以下の方に対するね動画ってかなり少なくなっちゃってるんですけど、チャンネル登録して待っていただければなと思います。はい、というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。